もしパーツラビリ寮以外の寮に入ることになったら、どの寮を選びますか？そりゃあスカラビアでしょ。また即答。すがすがしいわね。もともとスカラビア寮が良かったの？別にそういうわけじゃないですけど、うちの寮ってよくわからない法律がたくさんあるし、ルール違反すると後が怖いんだよな。だからもうちょい気楽にのびのびと過ごせる寮がいいなと思って。とりあえずサバナクローは体育会系の寮風が暑苦しくて嫌だし、オクタビネルとイグニハイドの寮生とはあんまノリが合わなさそう。ディアソムニアもなし。なんか怖いし、セベクが毎日うるさそうだし。そうなるとスカラビアとポムフィオーレの二択になるわけだけど。あんたは鍛えがいがありそうね、エース。だからそういうのは間に合ってるんですって。ビル先輩もうちの寮長と同じくらい厳しいじゃないですか。別の寮に行く意味なくなる。それに比べてカリム先輩はちょっとぐらいミスしても笑って許してくれそうだし、ジャミル先輩には部活でたまーに怒られるけど、でも首をはねられるよりは全然マシ。呆れた。自分の底を改めるって発想はないの？今だって十分すぎるぐらい努力してますって。悪いのは厳しすぎる環境の方です。それにスカラビアってしょっちゅう宴を開いてるんでしょ。スカラビアのクラスメイトがいつも料理が豪華でうまいって話してるから羨ましくって。それに大掛かりなマジックショーが開かれたこともあるとかで、これも見たかった。ずりーよな。ずっととは言わないけど、何日かお試しで入寮してみたい。あら、何日かのお試しでいいの？あんたハーツラビルの環境に文句たらたらの割に遠慮したいとは一度も言わないのね。あー、それはまあ、一応闇の鏡様が選んでくれた俺の魂に一番合う量らしいし、なんだかんだルームメイトとか先輩たちともうまくやってるし、遠慮するほどでもないかなって。ま、そういうことにしときましょう。ちょっと、なんすかそのニヤニヤした顔。話が逸れてきたし、この話は終われ終われ。